行くもんですか。待ちなさい。待たない。深海にも行かない。逃げないと無理やり連れてかれるでしょ。聞き分けのない子ね。観念しないとこちらも少し手荒になるわよ。追いかけてこないで。あ、また。念入りに浄化しないとダメなようだな。来たか。我と共に生きるは霊源なる勇者。もがけ。いでよ。何時の罪は浄化した。新しい生を歩むがよい。来たか。死の先を行く者たち。疲れたでしょう。おやすみなさい。私に牙を向けるか。我と共に生きるは霊源なる勇者。いでよ。おた。ここまでです。やめえいくは。いや、は蹴散らせ。は倒れろ。いや、突貫する。やめえいく。これでどうだ。所詮この程度か。使えそうだな。これで何度目かしら。私もこんな手間を取らされるとは思っていなかったわ。あなたが謝ることではないわ。本来であればあなたは今頃エインフェリアの訓練を見ているはずでしょ。私があの子を深海に連れていく。そしてあなたはここに残りエインフェリアの訓練をする。元はそういう段取りだったわけだから、捕獲なり説得なりして早くこの追いかけっこを終わらせるわよ。あなたも気になっているんじゃない、エインフェリアの様子。信頼しているのね。私には帰るべき場所がある。そして待っていてくれる人がいる。失
しつこいなあの二人。これだけ行かないって意思表示してるんだから早く諦めてくれればいいのに。深海に行ったら任務だなんだでまたどうせ戦いに駆り出されるんでしょ。そうだって私年頃の女の子なのよ。あ、いないわ。この辺りなのよね。また逃げられたというわけね。まったく、オーディン様のお力になることに何の不満があるのかしら。そうまで拒むというのなら、もういっそのこと塵と化してしまいましょうか。深海にふさわしくないものを連れ帰っても、オーディン様の迷惑になるわ。オーディン様には波動の気配は間違いだったと報告しましょう。でも、あなたがそう言うのなら、わかったわ。我に逆らう愚かな者たちよ。来るぞ。死の先を行く者たちよ。もっともがけ！しかと見よ。これが神を冒涜した者たちの末。来るぞ。死の先を行く者たち。どうした？所詮この程度か。面白い。死の先を行く者たち。この程度では満足できません。もらっておきましょう。危ない危ない。油断大敵ね。気を緩めないようにしないと。これはあっちが諦めるまでの持久戦なんだから。人魚、あなたがユメル？え、そうだけど。確保。ちょっと待って。捕まえた。アリス、レナスを呼んできて。この子は私が押さえとくから。うん。寄ってたかってひどい。私何も悪いことしてないのに。おとなしくして。いやー、まいったわね。なんだかかわいそうになってきたわ。好きあり。好きはない。いやーん。歩みを止めるな。後で悔やみたくないのであればな。ああどうぞ、煮るなり焼くなり好きにしなさい。抵抗は無意味と思ったからよ。これに懲りたら考えを改めることね。どうせ逃げた理由も戦うのが嫌だとかそういったものでしょ。なんで知ってるの？浅はかね。あなたのような子が考えそうなことよ。ご苦労だったわね、レナス。私はこの子を深海に連れて行くわ。待って。抵抗は無意味ではなかったの？理由は、逃げてた理由はそれだけじゃないの。一体どういうことなの？これを見て。
マルリよ。この島で見つけたの。これはかけらだけど、タマルリは私にとってお父さんとお母さんを思い出させてくれるもの。きっとこの島のどこかにちゃんとしたタマルリがある。それを見つけるまで私この島を離れられない。何を言い出すかと思えば、そんなわがままにいちいち付き合うと思うの？レナス、まさかとは思うけど。そうね、タマルリがあれば深海に行っても寂しくないかな。約束よ。それじゃあ行ってみよう。来い。死の先を行く者たち。大勝利。敵さんのお出ましだ。我と共に生きるは霊源なる勇者。いでよ。霊柩なき者はただ無数。敵さんのお出ましだ。死の先を行く者たち。どうした。行きますよ。様ごときに遅れを取る俺ではない。これはレナス、あなたのお人よしには困ったものね。タマルリが見つかったらどんな願い事しようかな。え、タマルリにはね、願いが叶う言い伝えがあるの。あら、そうなの。献上すればオーディン様もお喜びになるわ。ダメ、取らないで。別に取るつもりで言ったわけじゃないわよ。お父さん。だから違うと言っているでしょう。もしかして両親に辛い思い出でもあるの？うん。そうなんだ。実は私もそんな感じでさ、あなたの気持ちちょっとわかるわ。お父さん、お母さん。何よあなたたち、しんみりして。人間というのは面倒な生き物ね。まあいい機会だし、その私でよければ話を聞いてあげなくもないわよ。ううん、それはいい。なんですって？他はどうなの？なんというか。まあ、何でも打ち明ける仲でもないもんね。それに最初は親身に聞いてくれそうだけど、後々お説教になりそうだし。そんなこと、それは話の内容次第よ。場合によっては多少仕方ないことも。ご心配どうも。さて、みんな行こう。タマルリはどこにあるのかな。はい。あの子は本当に。かくなる上はやはりこの場で。魂の束縛はついえ、この場にとどまることにはもうない。
念入りに浄化しないとダメなようだな。来い。死の先を行く者たち。どうした。所詮この程度か。敵。死の先を行く者たち。もっともがけ。この程度では満足できません。来たか。死の先を行く者たち。力を示しなさい。この程度では満足できません。これは。あー、助けてー。何をやっているの。こんな見晴らしのいい場所で魔物に襲われるなんて。タマルリ探しに集中しすぎて逃げ遅れたの。集中するのは結構なことだけど、もっと周囲にも意識を向けなさい。言われなくても分かってるわよ。うるさいな。なんですって。なんでもありません。はあ、逃げる様子はもうなさそうだけど、余計な苦労は変わりないわね。あの子また注意したばかりじゃない。連れ去られたわ。襲われるだけじゃ飽き足らず、今度は連れて行かれたのよ。自らが選んだ道であればこそ。あの子わざとやっているんじゃないでしょうね。続けざまにこんなヘマをやるなんて。魔物に襲われやすい体質。あ、遺跡の呪いか。それは違うでしょ。ユメルは遺跡に近づいてすらいないんだから。あの子は今どこに。誰か、なんとかして。レナス、あなたは何もしないで。まったく面倒をかけてくれるわね。みんなまとめて尻とかしなさい。シンギン、エーテルストライク。まとめて始末してやろう。来るぞ。死の先を行く者たち。もっともがけ。私を本気にさせたお前が悪いのさ。愚か者が。我と共に生きるは霊源なる。もっともがけ。いでよ。貴様ごときに遅れを取る俺ではない。敵の
我と共に生きるは霊軍なる勇者。力を示しなさい。貴様ごときに遅れを取る俺ではない。何かを見つけたぞ。後悔しても遅かったわね。ほら、何をやっているの？立ちなさい。びっくりした。あたし、もろともかと思った。あたしの一存でこの子を消せるなら、今すぐにでもそうするわ。でも深海に連れて行くのが私の任務。そういうわけにはいかないでしょ。わかったら、さっさと深海に行くわよ。待って、まだタマルリが見つかってない。まだそんなことを。約束でしょ。私この島から離れない。普通の人には分かんないだろうけどね。え、なんでまたこう都合よく。ねえ、な、何？あなた様子がおかしいわよ。あのかけら、タマルリなのよ。うん、そう、本当に本当。怪しいわね。うわ、まさかとは思うけど、嘘なら承知しないわよ。そんな、私嘘つかないし。正直に言いなさい。はい、ごめんなさい、私嘘つきました。まったく、深海に行きたくないからって、あげく私たちにありもしないものを探させて。後でゆっくりと絞らせてもらうわ。あなたにはもう微塵も拒否権はないと思いなさい。どうかお手柔らかに。お父さん、お母さん、私を見守っていて。魂の束縛はついえ、この場にとどまることにはもうない。